6時ぐらいかな。ぽい。大体こうやって真面目に釣りしてるとき釣れないです。いや、こう夢があんな。うわ、来た。しゃ。あ、食った。マジか。よっしゃ。やったおはようございます、川部です。今日はですね、こう琵琶湖に来ております。で、何するかっていうと、僕はヤマタヌキとデカタヌキででかいバスを釣りたいということで、今日この琵琶湖を知り尽くしてる男、富村さんです。おはようございます。知り尽くしてるかどうかは僕は不明ですが、なんとかね、頑張ってちょっといや、ちょっとハードル上げといたのに。今日はタヌキでね、タヌキで、はい、頑張りましょう。これこの間は60アップ釣ってた。そうなんですよ。多分日本で一番最初のデカタヌキで夜60アップ、はい、そうだね、もう見事なブリンブリンのバスね、はい、いいな。今日も釣っちゃいましょう。本当かな。釣っちゃいましょうよ。楽しみにしてください、はい、いろいろ使い方もね、はい、またちょっとね、はい、裏技はもうなんかやってますけど、はい、ちょっともうやってます、はい、後で説明します。はい、はい、楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。ではよろしくお願いいたします。魚浮いてますか。いや、ベタ底ですよ。ボトム、はい、こう、それは釣りやすくていいですね。まあ基本360度。あ、そうなん。はい、で、まあ一応その身を筋がこう入ってるんで、おお、ほうほう、まあ、それがメインかなと。なるほどね、はい、オッケー。じゃあ頑張ります。はい、朝からポンポンと 2,3 匹釣れたらもうね、日によったらもうほんまに15分ぐらいに2匹3匹ポポって釣れるんで。マジですか。はい、それはええですな。ねえ、そしたらもう僕は車で寝てるから。まずはズルズルを試してます。ボトムズルズル、ボトズル。引っかかるもんない。新芽がね、若干パツ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 とパチになってて、新芽の上で寝てる感じ。新芽もね、角狙った方がいいですね。角を言ってもな、こっからじゃ分からんからな。いや、角ってあの入ったところ。あ、入ったところ、はい、お、その四角の角とかじゃなく、うんうん、切れ目というか。切れ目ね、はい、そんな何も分かりません。あのね、しっかりしたとことそうでないとこと。あ、こういうとこだ、引っかかった、ほら。あ、そう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 、こういうところ。お、怪しい。この辺なんかブレークなのかな。食えばいいんじゃない。ジャーク&ステイ、ジャーク&フォールステイ。JFS JFS JFS ジャーク・フォール&ステイ、ステイ、はい、覚えられない。JFS。 僕ほら Z&B です。Z&B、 はい、全部ババ。ズルズルからバイト。ズルからバイト。ボトムズルズルだから BZ、はい、あのね、春のバスはね、浮かせるよりズルズルの方がいい。派手な動きさすとね、幹って食わなくなるんですよ、でっかいの。あー、でかいのな、はあ、でかいのはそういうのあるな。そうなんですよ。40センチはね、まあな、動かしてたもんな、動かした方が食うんですけど、50超えるとね、動かすと急に食わなくなるんですよね。止めていくのがベストだ。あ、そうそう、だからもう止める時間が うん、もうここ大事です。止める時間がすごく大事です。でかいやつはな、はい、
最低10秒きっちり。これ10秒止めるってなると、あの止めるっていう意識を持ってやるとね、すごいしんどいみたいで、うん、みんな、うん、ちょっとねいいこと教えてあげます。お、止めて食うのを待つんじゃなく、自然に生きてる生き物が大きい魚がこう来た時に食われへんために、あー食わないでって言って止まってるイメージなんですよ。要はもうそれでずっとこう蛇に睨まれたカエル状態が出来上がって、もうでっかいバス賢いからね、すぐ食わないんですよ。生き物、本物の餌もすぐ食わないんです。ずっとこう見てて、ちょっとしたフッて動いた瞬間にドンって食うたりするから、そのイメージで食わないで食わないでっていうイメージなんですよ。ルアー使うとね、基本その食え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 とか早く食えっていう人が多いんですけど、もう逆に頭の中をこうパッと切り替えて、食わないで、もう頼むから食わないで、私は生きてませんっていうぐらいのイメージで、もうそれでいいと思います。素晴らしい、分かりやすかった。食わないでね。ただ止めるってやっぱすごい難しいみたいで、人に言うと、どうしても動かしてしまうんですよ。そうそうそう、確かに。食わないで食わないで。さあ、ほんでなんか地味な釣りっていう解釈する人もいて、地味どころかもう生物としてもう100点な動きなのね。え、はい、地味なのがいいんじゃんな。そうなんですよ、餌は基本地味なんですよ、食われへんために。うん、派手に派手に動いてるやついないよな。そんなこんななってるやついないでしょ。バスの目の前でな。確かにそう。こういうまあまあ琵琶湖とか大型が多い魚、大型の多い湖は特にやっぱりこう止めることがすごい大事ですね。うん、大切です。いや、今日の仕事終わったよ。え？今の解説で今日の仕事終わり。あ、終わりですか？早っ。行ったりましょうか。うん？北の旅。よいしょ。北の旅ですか。北の旅。北の旅。まだなんか人間は食欲旺盛タイムなんだけどな。ね、もぐもぐタイム。ほんま。なんでバスは空気ないかな。気絶。気絶してる。はい、気絶。また。そのははってなった時に釣りましょう。そうか。食え、食うのじゃ。あ、向こうのあの取水塔、この間の大潮で産卵終わったメスが出てきてベタベタにひっついてる可能性あるっすね。まあありますね。アホみたいに思ったし。お、来た。よっしゃよっしゃ。やっと。ウケるぜ今の。ちゃんとフッキングできたかな。フッキングはちょっとあんまり自信なかったけど。よっ、くっとくっと。あ、タヌキタヌキ。タヌキタヌキ。タヌキタヌキ。でかタヌキ、来た来た。タヌキ。ありがとうありがとう。これはちょっとウケた。やったやったー。ええ見られてた。逆に言っていいですか。うん、すっげーって思った。いやマジでマジで、えとか思って。はい、なビビったわ。何ビビったかって言ったら、ちょっと教えますね。ボトム狙ってたんですよ。で来なかったんで回収したんですよ。っつったら、そしたらヒューッとこうやってバフンって。あーみたいな。うわ食ったみたいな。びっくりした。いやちょっとフッキングがね、ああいう追っかけてきたやつだから、フッキングがどうかなと思ったんだけど、できましたわ。ヤマタヌキ、こう、まあチビタヌキもそうなんですけど、フックセットの方法次第でフッキング率がちょっと上がるんで、試していただきたいのは、もうフックをなるべくテールよりの方に出してあげる。だちょっとおセットも中に入れちゃって、奥に入れてからセットして、僕はこれデカタヌキには50使ってるんですけども、このテールの後ろの方にセットしてあげる。
手にやると腹筋率が極端に上がるんで試してみてください。10時9時59分やっぱり10時にならんと釣れないですね。この辺からなんだよ、この辺から10時過ぎてからおよそ昔の給油しで俺優勝した時にすごい感じたんだけどさ、毎日、まあ、朝から釣れたりするんだけどジュゲットワッキーでオスなんで11時になるとメスが入る。ああね、でかいのがね、ほんまにでかいの。急にかもう全部そっから入れ替えるの。10時からですね。もうそれがもう明らかに毎日だった。いや琵琶湖もそうですよ。やっぱそうだ。やっぱり、この季節はそれあるよな。ねえ。よし、赤嶺さんちょっと取水塔行きましょうか。取水塔、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 トミちゃん60取水塔。電波音だ。取水塔の歌。ここね、取水塔の周りに金網沈んでるんで、めっちゃ引っかかります。あ、嘘、はい、マジ嫌だな。嫌だな。嫌だな。釣れないかな、またなんか間違って。え、また間違って釣れねえかな。間違いとか言ったら間違いでいいから、もはやさっきみたいな間違いではない。間違いは起こんないかな。また間違い起こってほしいんだけどな。巻いててドーンとかね。おうよ、くえ、金網バス。この金網についてんの？はい。マジですか。多分ね、金網についてるエビとか、あ、そんなんを多分、なるほどね、食うとるやつだと思うんですよ。はい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 。それは説得力のあるな。じゃあこんくらいでかいエビがいてもいいだろう。でかたぬきエビ。手長。琵琶湖の手長こんなんすからね。あ、そう、はい、でっかいの。でっかい、体だけでこれぐらいの。あ、そういいね。じゃあこれはほらエビだよ。ピッ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 、エビが逃げた。それで食ったらもう笑う、おもろしすぎますやん、もう。わ、食ったよ。なんかしますか。どっか移動しますか。ねえ、おい、北のバスはもうこういう日は食わないです。食わないのよ、食わないのよ。よいしょ、はい、釣れるんやったらもう3匹釣れてるはず。おう、食うんだったら。いや、でもあの1匹取れてよかった。おう、とりあえずねえ、北で1匹取れたらよかった。価値のある一匹。よいしょ。トミちゃんの新鮮フィッシング。テクテテ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 仕込んどいたのかな。そういうなんかすごいモロクみたいなのがいっぱい入ってきてんだな、小魚が。お、いました。うん、その辺とか結構いっぱいいたよ。ベシベシしました。うん、あの辺なモロコがすごいんですよ。あ、ほんまや、モロコ跳ねてるな。はい、スピナーベイトがいいんじゃん。スピナー話変わるよ。話変わる。水位浅いの？低いの？これ見えてんね、そこね、沈線が。おお、え、食った？なんかブーンっていった。いや、ラインに引っかかった感じ。ラインに何か当たった感じ。あ、魚が？うん、何かのブーンって言ったらいいの。
僕ここで一回声かけてたんですよ。ああ声かな。ギヤーって声かれて止めれんくて桟橋も越えられてああ言ったらぶっちゃけ。マジ声かな。声かもしれんな。デカタヌキ何かが起こるのいいな。お、これ今違うの。今さっきのそうだったのが腹立つな。なんか怪しいな。あ、当たった魚。うん、バス、バスなのこれ。さっきもその辺だったでしょ。え、バスもかった。分からん、今もうふわーんってなったの。うわ、うっとし、5センチずれだ。5センチ、されど5センチ。ねえ、いや5センチはもうダメ。食った。よっしゃー。おお。食った食った。このもう完全にモロコとモラー。絡まれる絡まれる。やめて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 。やめてやめて。この子。やめて絡まれる。いいサイズなんじゃないですか。もうモロコになりきった線香。よっしゃ、完全にモロコに化けましたね今のは。やったね、よいしょ。おおおお、めっちゃ嫌うな船の影を。よっしゃ、これでよしよしよし。まだ頑張りすぎや。こういう時はこう回す、魚を回す、一直線に勝負をしない。よいしょ、イエーイイエーイ。5センチを許してくれた。やったよかったよかった。昼までにとりあえず2匹釣れた。よしよっしゃ、よいしょ。シャローにね、今刺してきたバスを狙ってるんですけど、足のこうパッとこう株があるんですけど、それの一番先端の株の横にスッと振り込んで、そこをスッと持ってこようと思ってたら5センチミスキャストしまして、株に激突して落ちたら食いました。まあそんなもんです。この線香をね、今春でモロコがすごい切断してるんで、産卵でもうちょうどこのサイズなんですよ、この4インチので。色もまあまあまあ、あの腹は当然魚白いんですけど、背中の色こういう感じの色なんで、でも完全にモロコのイメージで使ってます。よっしゃ、もう一匹釣るぜ。やれやれ。これ、デカタヌキなんですけど、普段ね、ここにスリットがこう入ってて、ここのスリットに合わせてフックを刺して、で、まあ川辺さんがね、いつもやらはるんですけど、最初に針を深めに刺して出して、オフセットをね、ちょっと下の方に持ってくるんです。ほんでフックをこのできるだけこう尻尾に近いところに持ってくるっていうやり方を岡部さんがやって、こうすることによってフックアップしやすくなる、針が出やすくなるっていうセッティングをよくやってはるんですけども、この時期に新芽とかっていうのがね、高さまあまあこれぐらいで、そのカバー的にはすごい緩いカバーなんですよ。なので僕ね、針を小さくしてここね、スリットのまあ90度真横なんですけど、ここをハサミでね、こうざっくりこうざっくり切って、ここまでこの状態にします。で、要は身がね、この薄い状態を作ってやるんです。そこにフックを入れてこう出してやって、で、ここにフックをもう一度刺してやり、出すことによって、要はこういう状態になるんです。太いワームで、あの、まあ言ったらこのタヌキ波動がきついワームなんですけど、要は強波動で魚を誘うにあたってのフックがこうほらもう見えなくなってしまうっていうね、この利点で
ものに引っ掛けても全然こう動かなくっていうのになるんですよ。このこいつ重たいんでしっかり引っ掛かる。でその時に針がもう見えないで、身が薄くなってる、切って身が薄くなってるからフッキングした時に針がすごくバツンと出やすいっていう使い方をね、貼るままよくやるんですけど、ちょっと大きめの太いワームね、結構僕このセッティングするんですけど、タヌキでもそうやってセッティングするとね、すごいこう針の出が良くなっていいです。でまあまあ当然大きいフックで、ここに今川辺さんがようやってはるセッティング、それも針が出やすくっていう工夫でいいんですけど、僕ね針出んのがねあんまり好きじゃないんで、ここの下がこうで、こういうセッティングすることが多いです。毎年春ここカラスとトンビがずーっとあっこで喧嘩しようなんですよ、縄張り争いで。あ、そうなんだ、はい、ずーっと喧嘩しようマジか。ほらベイトまみれ、まみれてる。うん、よし、魚の場所は分かったぜ。え、魚の居場所は分かった。居場所が分かりました。いや、おるでしょ、ほんまに。おる、深い方に。よ、深い方に浮いてる。こっち、あそこに、うん、浅い方なんかいないかね。え、浅い方薄いですね、うん、どう見ても薄い。こっちだ。パッチも食わない。これでガンギーってかっこよかったのにな、うん、食わない。あ、食った。マジか。よっしゃ、やんけ。おお、います。おい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 、やったー。ネット大丈夫？待ってください。こっち行きます。後ろにあるけど。いいかな。取れた。あ。うわ、やった。今のはやった。スピニングだった。特に。うわ。やったよ。うわ、ネット上げてへんかった。自分のミスやな、これは。バリ笑ってる。バラしてや。バラしてながら。僕1年でさ、何匹もバスバラさへんのに。バラしてや。やった、今のはやった。40ぐらいあった？余裕で。あった。え、40、50あったんじゃないですか、今の。マジ？はい。ねえ。俺、30ぐらいにしか見えなかったよ。いや、50あったと思います。上げてないから、なんとも言えるしな。はい。60何本あったかも。ほんまあった？なった。その割には、まあまあ簡単に近づいてきてる。もう一匹釣ってやる。ズル引き？止めてる時に食いました。はい。ズル引いて。来た。お、来た。よっしゃ。やべやべ。お、います。早すぎちゃって水面に浮いちゃってて。ゆっくりしないといかんわ。バラしちゃダメですよ。バラさへんわ、誰かみたいに。バラしちゃダメですよ。バラさへんわ。あ、魚入った。あ、ほんまや。モロコや、モロコや。こっちの大きい井戸ナイスだったねえ、うん、いや、あまりにも魚いいんから、ちょっとこれはパッチに戻ったかなと思って。おう、ナイスです、ナイス。よかった、釣れた。嬉しいな。楽しくなってきたよ、バスフィッシングが。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあ、春の琵琶湖、はい、気難しいっすね。ねえ、なかなかね。もうなかなか食ってくれないですね。はい、まあでも今日釣った感じは、一つはウィードパッチ。はい、そうですね、パッチ。それからナシャローのフィーディング系ですかね。そうですね、うん、モロコを追いかけてるやつ、はい、はい、
それと奥は北はなんだった？あれは北はねまだ行きたいけど、そうスポーニングに行きたいけどちょっと待ってる、ステージングしてる、まあ、エリアに入ってきたようなやつが、ね、はい、まあちょっと北と南でね、はい、季節感がちょっとずれたりするんですけども、はい、その季節のその場所に合ったはい、ところをやっていけば釣れると、はい、そうですね、3箇所とも全部違う今日パターンだったんで、ね、はい、結構面白い感じやったかなと、うん、はい、その季節の違いがね、はい、分かって、狙いどころはなかなかバッチリやったんです、バッチリです、はい、うん、時間帯もね、はい、いい感じで、はい、はい、いい感じで、しかしバラすというとんでもないことを僕がやらかしまして悔しい悔しい、まあまあまあでも2バイト2バイトだった、はい、はい、そうですね、まあ、あ僕3バイトだったわ、1個変なのかな、あ、そうですね、なんだか分かんなかった、はいはい、まあまあ良かったです、ありがとうございます、はい、いえ、とんでもないです、もう僕が来てここで釣れって言っても釣れないんで、こういったところはみんな勉強になったと思います、はい、はい、はい、ありがとうございます、あ、まあ、はい、線香も山田貫もよく釣れるんで、はい、そうですね、はい、使いどころの使い分けですね、僕が線香使い出したのは、うん、完全にモロコ食ってるバスやったから、はい、サイズも一緒やったんで、はいはいはい、それで線香ちょっと使い出したんですけど、はい、っていう感じです、良かったと、はい、はい、またよろしくお願いします、はい、こちらこそありがとうございました、皆さんご機嫌、はい、どうもです、さようなら。